第39期放線 A1 リーグ実況の古橋隆史です。解説には今野慎太郎プロ、ナビゲーターに阿久津翔太プロにお越しいただいております。お二方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは対局の準備ができたようです。第39期放線 A1 リーグ第12節 B 卓2回戦東杯の開始です。立会人藤原隆弘の合図によって2回戦開始となります。2回戦はちいちゃから勝又、近藤、藤崎、杉浦という並びです。全く関係ないことですけど、はい、いいですか。何でしょう。藤原さんが選手に目立ってるのは大丈夫でしょうか。まあ藤原さんは結構目立つタイプではありますからね。はい、さあ2回戦ですね。はあ、はい、はい、この際1回戦ご覧になって、まあ、トータル順位が上の人からプラスし、あ、藤崎と勝又が逆か、はい、杉浦がなんか手堅くそうです、ね、こうトップを取ったなという印象でしたか。やっぱり勝又さんも、はい、この第12節ということをね、結構意識した戦い方になってるかなという気がします。で、藤崎さんもいつもよりはやっぱりその最終節だからちょっと強みに打ってみますよね。はい、で、まあ、近藤さんはね、あのポイント的にはもう手を作っていくしかないような感じがあるので、まあ、この2回戦以降もそういった形になっていくんじゃないですかね。はい、でどうしてもやっぱり前に出なければいけなくなるので、はい、近藤さんがやっぱり相当なんていうんですかね、突きと言いますか、はい、いわゆる風が吹かないと厳しいかもしれないですね。例えばオーラスの、ね、手配なんかも、はい、例えば勝又の点数だったら降りれるけど、そうですね、今度はトップが欲しいわけですから、はい、あのチューンを止めている場合ではないという状況がね、はい、悪い方向にまた、はい、向かっていってしまうということで、まあ、ただそれを含めてのね、1年間の優先ですので、はい、そうですよね、はいはい、さあ手配の方はどうでしょう。こちら勝又、そして今度はドラの箔が1枚、藤崎が単野 OK ですね。そうですね。で杉浦はピンズが多い形です。さあ馬引き、しごろの3色が見えてきた、うん、今度は面本チートイですか。4トイツ目タイヤをチートイツも視野に入れてるんですかね。目いっぱいですね藤崎、はい、だからいつもとはね、はい、違いますよ。違いますね。チートイツか国士かというような、ね、と藤崎イーシャンテン、近藤さんは国士無双まで、はい、チーピン切りですね。次控えによってどうするか決めていこうと、はい、さあ勝又選択です。二刺しもあるけどしごろの方地に寄せていく、うん、いい層が重なりか、重なるとドラドラチートイツですかね、はい、いや残しません。ドラ、これは嬉しいですね。ペーチャですね。ここは一旦チューンを切っていく、はい、さあ勝又パーソーガンコでいいシャンテン、メンツェの方ですね。こうなるとさ、杉浦仕掛けはどうでしょうか。まあ白はね当然ポンなんでしょうけれども、シャアは1枚切れ、パーソーが4枚、交換していく、は増えません。にゃんめんを作るか、スーソーに手がかかります。なん、ドラの箔があと1枚です。さあ、いいピン、つもぎりしそうですけどね。さんどうですか、この
E ピンは E ピン2枚切れか。そうですね、ちょっと使いづらい。はい、にゃめにゃめですね。はい、かつまたイーシャンテンが手広くなる。うん、国士だったのか。いや、来る順番が悪いです ね、 今度は。藤崎もパーソーアンカンされてしまっている。近藤さんチート位置に決めた時まだ九州だったんですよね。九州、なるほど、はい。やっぱり中盤で九州は行きづらいですよね。本当にね、一方あのイーソーが先にチュンとかだったら、まあ、九州でもだいぶ変わってそうですよね。はい、ドラの白、まあ、これはパーソーカンですからね。一旦ローソー切ってイーシャンテン、イーシャンテンはキープ。パーソーカンされてなかったら、はい、白打ったかどうか見たかったですね。藤崎がどうするんでしょうか。目いっぱいいったのかどうか。さあドラはもう売り切れているということは杉浦の上がりもかなり厳しい。藤崎さんにテンパ入るとね、はい、ああそっかそっか、そうですね、確かに。チーマンチーマンとイーシャンテン、はい、重なってイーシャンテン。チートいつ戻るか。白打ちたくなければ戻りそうですね。うん、打ちたくない。戻りましたね。ここで選択です。シャーも泣けるんで、そうですね、本材を残していきました。はい、残していきましたね。もう勝俣さん、そろそろ経験取っていいですか。はい、どうでしょうか。経典はすごい薄いんですよ。サブローソー5枚切れ取ると思いますけどね。はい、うん、E1 が打てそうなんで、うんうんうん、安全牌は大丈夫と。安全牌は取りそうですけどね。河野さんはね、かなり形式転牌には厳しい。あ、転牌ですよ。形式転売、形式転売には結構うるさいですよね、近藤さんは。どういう意味ですか、ね、あんまり取らないですよね。いや、そんなことないですけどね。結構取りますよ。結構取りますか、はい、宅外戦術じゃないかえ、そういうふうに取らないイメージを使って実は取る人ですけど、ね、はい、ああなるほどだからバランスですよね、その、はい、残り順目と安全度と確保と、はいはいはい、形式転売全突破みたいなのはしないんですけど、はい、これ取りましたね。さあ勝間最後のパーマン、はい、かなり気合が入ってましたね。ちょっと危ないところだったんでしょうね。そうですね、うん、気合の転売です。勝間連チャンに成功しました。近藤と勝間の2人転売杉浦さんね、1回戦トップだったんで、はい、結構余裕があると思うんですよ ね、 いやありますね、今日のところは。ただ余裕を持ちすぎるとまだ怖いところではありますね。まだね、7回戦7半チャンありますから、決して、まあ、とはいえ8位以内に入ってしまえば、先に開拓が行われるので、いわゆる高級ラインが見えての戦いになるので、なのでまあ、今日は本当にプラマイゼロで収めれば OK だと思ってるんですけど、はい、まだね、引きすぎると怖いところではあるんですよね。そうなんですよね。そのあたりのバランスっていうのは非常に難しいところでありますよ、はい、ね、阿久津さん、なんかどんどん逆算していくと、うん、今受けたらさらに楽になるっていうのもありますよね、はい、結局浮きたいっていう、はい、結局浮きたいんですよはい、なっちゃうんだけど、それをどこまで欲を抑えられるかというね、なんかそのバランスですよね、リスクとも。やっぱ欲まみれのバランスになってしまうと、あ、近藤はチートイツか、藤崎も4トイツ、ね、杉浦面白い手牌ですよ。トイツが見えて、勝又がドラの初トイツ、ただ形は一番悪い。杉浦さんの手って、はい、シャーペーって泣くんでしょうけど、泣きたくないですよね。安全度ですね。そうなんですよ。近藤さんがかなり重視されている。もう本当に杉浦さんのこの説っていうのはね、はい、そういう本当安全度とバランスがかなりね重要な説なので、
杉浦はペイ茶ですからね、これできればペイの方を泣きたいんですが、ペイがもちもち、藤崎からはちょっと出そうにないぞ。勝又は想像の方ですか、ドラの初です、ですかね、はい、順番今度がドイツ泣きません。ああ、なんかすごいことになってきましたね。メインホンジードイツのいいじゃんってんでもですね、はい、これトンって勝又さんが1枚持ってるだけじゃないですか。気づいちゃいました、気づいちゃったんですけど、でも持ってきてもか、飛車2枚目動かないです。動いた。これも次トン持ってきた時ですよね。受け入れ重視にするか。もうだってターツ足りちゃってますもんね。そうなんですよ。ん、小数詞って話ですか。小数詞です。いや、あの杉浦さん多分頭の中にこれっぽちもないと思います、ね。これっぽち、はい、これっぽちもない。じゃあトンは切っちゃいますか。いや、あのションパイなんで切らないっていうのはあると思うんですけ ど、小数詞だから切らないはないと思いますね。あ、トンですね。ここに来た。また嬉しいぞ。チートイツだ。ああ、ソーズが杉浦と被っているので、マンズを狙っていったぞ勝又。あ、トンですね。これがションパイ。これは切らないですよね。層は9層ありますね、2枚、パー層は1枚。さあ勝又さんのチートイサーファカシの旅ですね。パー層切るのか、いや9万です。うん、パー層はなるほど、藤崎と近藤は持っていなそうに見えますか。近藤さんは分かんないですかね、ちょっと変則的な背牌なんで、はい、ピは2枚入れ、あとはマンズの上がちょっと信頼できないっていうのもあったんですかね。ほうほうほう、藤崎さん中盤あれ手出しですもんね。手出しでしたね。ローワン3枚入れでちょっと上持って、そう実際パーワン統一ですもんね。パーワン統一でした。それが9ワンでもおかしくないということで、ってことですかね、その両方みたいな。で3ピン残しましたね。3ピンは山2枚と、ほうほう、うん、面白いですよね、この何残すかみたいな、はい。まあチートイツといえば勝又、勝又といえばチートイツですから代名詞ってことですか。なん、お、開けましたよ。シャンポンか。これ急走2枚だ、うん、2枚ですよね。2枚ある。そうですね。ペイはもちもちなんですね。ペイはもちもちです。うん、このパーソイヤーですね。ですね。3ピン食い取られた。出ろうそう。杉浦の上がりか、一人天敗も十分にあるぞ。まだローソンもパーソンもちょっとね、そうですね、打てない。しかもどっちも山にないから杉浦さんが切ってくれるもないんですよ。 なるほど、通ったから切れるようになったの世界もない。となると勝又の天敗は相当難しいですね。天敗してローソン打たなそうですもんね。どうなんだ、あ、急走当たり、これは打たない、いい現物のいい走。これまた急走、なくなりました。さあペイもないので杉浦は、あ、ドラ、いや切りますね、切って勝又ポン。あの他に強い牌をね切ってる人がいなかったんで、はい、杉浦さんあの状況込みでもリファ打てると。ただまあ泣かれたんで、はい、この次ちょっと嫌な牌引いたらやめるかもしれないですけど、はい、チーソーが泣けるかどうかですね。
ね、勝つまた。そうですね、数層取んないですもんね。シーソーもでもバニー3枚入れか。勝松さんは、はい、あのこれ泣いてプレッシャーをちょっとかける方が、うん、なるほど、はい、あの杉浦さんもしかしたら下ろせるかもしれないんで、そっちの方が大きかったような気がしますけどね、はい、ここは上がりに行ってのっていうよりは、杉浦が一人天敗で流局となりました。さあ近藤ですよ、近藤の絵番。今日は大きなプラスが欲しい近藤。ただ1回戦は4着スタート。この絵番非常に大事です。日本馬でドラはチーピン。ドラ受けはありますけどね、一目に図。次はもう一目に図。ちゃんが2つある、ちょっと苦しい手配。いや、みんなあんまり良くないですね、うん、ならいっそ近藤さんの方が、はい、ちょっとよく見えるぐらいで。ちいさん遠い第一ラリアファンでしたけど、本当だ、本当ですね。これで嬉しい、はい、一気に手が締まりましたね、はい、今残してペイを打っていきます。これは嬉しいですね、はい、ペンカン3ピン入って、はい、ちゃんと固定です、イシャンテン、はい、地先もリャンソーワンコで一歩前進、一通ですね杉浦。これはイーマンは勝又の現物、近藤の筋という牌を残している、うん、法律まで見ましたね、近藤ですね、はい、うん、本当だ。結構見てますね、これは。見ざるを得ないって感じですかね。ちょっとでも打点が見えるときは、はい、さあ白を重ねてちゃんともできました杉浦。いいシャンテンです、いいシャンテン。お、ウーピンを先に切っていく。2枚目の白どうですか。さあ2枚目の白そうですけどね、近藤さん。でも安全牌的なお話でいくとちょっとね、泣くと、泣くなるんですけど、近藤さんはねピンズバカだかなんで、はい、想像を落とせそうな感じ。なるほど、藤崎さんはチーソーがある、はい、ちゃんとのチーソー、はい、ただそうかピンズが高いんでね、ペン3ピンに自信がなければ泣かないのもありますかね。実際薄いですもんね、3ピン実際1枚だけ、はい、まあ、泣いて役だけ確保しておいて、まあ、半ば形式転売的な感じで泣くのもあるし、はい、泣いてペンちゃん落とすもね、ほうほうほう、泣くはないですけど、それだとちょっと遠回りなんで、うん、あ、これでペンちゃん落とすとやりますね、はいはい、これで相当泣きやすい、そうですね、うん、シャアがシャアが1枚打たれましたけどもう1枚ありますし、はい、シャーチャですもんね、杉浦さん、シャーチャです。チーソーも1枚、おー、差し子いいシャンテン。さあ藤崎が一気に来たぞ、はちょっとね受け気味に、そうですね、進めています。ここでチュンを打っていく、様子見のチュンみたいな感じだね。
動く人がいたら対応しようかなと。チーソーだ。動いて。スゲーラが本点です。シャーとハク両方とも出上がりができる天牌です。両方とも出上がりできるし、誰かから攻められたら、はい、うん、両方ね一枚切れなんで対応もできると。安全とも、はい、確保されている近野さん好みの仕掛けですね。そうですね。これは、うん、なんだ？流派。シートイツのいいシャンテン。ここはトンを切っていく。うん、メンツでもいいシャンテンか。ポンに反応しましたね。近藤のピンズの本一が。そうですね。はい。テンパイ。テンパイ。ローピン2枚見え。ということは。さすがにパーピンですかね。はい。はい、ローピン切ってパーピン短期。1枚ありますね。1枚ありますか。はい。杉浦切っていきましたよ、チーピン。ドラですよね。ドラです。へ、今度ローピン余った後に。そうですね。うん、逆に勝俣さん考えちゃいましたね、いろいろ。なんだそのチーピンやみたいな感じで。どこで待ってんだろうと。泣くだけならね、あのインソン持ってるんでね。はい、あ、泣かなかった。はい、うわ、泣いてたら積もってた。積もられてたですね。積もられてた。はい、先もいいシャンテン。サブローは打ちづらい。打ちましたね。打ってきました。いやー、このピンは気持ち悪い。近藤に対してね、やっぱりピンズは相当打ちづらいですから、はい、またドラ。シャーもハクもまだ1枚ずつあるぞ。うん、勝又ここでローマを抜いていきます。お、テンパイ取り切れたか。そうですね。でも背底が杉浦のツモがまだある。あ、あ、テンパイ。テンパイだ。スーソー打つか三ピン打つか。どっちか打つんじゃないか。三ピン勝負。背底はスーソーだー。いや、高めですね。三色の方。打つんじゃないですか。打ってもおかしくないですよ、全然。ただ、うわー、打ったー。藤崎だ。そうなんですよ。これですよ。はい。これ藤崎のテンパイは明らかですもんね。でもそう、ただ最終盤にね、うん、筋とはいえ打ってきたらもうテンパイなんですよね、はい、藤崎さんちょっと3ピン強烈ですもんね。強烈ですね。3ピンは強烈、強烈、相当強烈。いやでもこれ藤崎さんの3ピンプッシュが、はい、完全に一番いい形で実りましたよね。本当ね、本当ですね。いやー、単野を法廷3色8000の上がりです。藤崎杉浦さん的にはね、うん、2、6とかで済んでくれるならそうですよね。50でもって感じなんですけど、うん、8000はやってないですよね。いや、ちょっと高い。3色までつくんですかと。はい、単野を法廷ぐらいやったらね、全然、はい、まあまあまあしょうがないかっていうぐらいですけど、はい、でもう一人厳しいのは近藤ですよ。せっかく転敗してたのに。そうですよね。うん、親番流れてしまうし転敗料ももらえないし、どうなっとるんだ。杉浦さん的には、はい、ドラがね自分から3枚見えちゃったのもね、多かったかもしれないですね、はい、さあトン3局藤崎の親番です。ドラはチュン。
ちらは先ほど豊潤やってしまった杉浦、そして勝又トンガといつドラのチュンが1枚浮いている。ドラのチュンは山に3枚残ってますね。シンプルにヤンマ打っていきます。いっぱいです。近藤さん、この勝又、はい、トンはポンすればいいシャンテンなんですけれども、ドラが浮いてしまうという手配、はい、いかがでしょうか。また安全の話になっちゃうんですけど、はい、例えばトンを鳴いて目いっぱいでチューンを打って、はい、もしそれが鳴かれたような時に、はい、あ、トン鳴きましたよ、うん、安全度はないんで、はい、まあ、こうなったと。テンパイ入ってリャンメンリャンメンでテンパイ入って、はい、泣かれても、うん、ゴムに戦えるというのであれば打とうっていう感じですかね。リャンマンが上の現物になったぞ。現状一泣きですからね、ちょっと高いか安いかは分からない。ドラも見えていません。また重ねることも十分あるぞ。ロビーでテンパイ、さすがにそうですね。ここはドラを打って動きはない。ただちょっと薄いですね。リャンマン薄いですか、はい、ほうほうほう。あ、でも出そうですね。出そう。しかもね、親の現物というのはいいじゃないですか。リャンマンが、でもそのリャンマンが三枚切れなんですよね。あと1枚しかない。これで危ない、出ない。1枚切れの嘘。藤崎もウーマン短期危ないのもあるか、狙いに行ってるのもありそうですけど、どちらなんでしょうか。う、危ない方じゃないですかね。ですかね。勝間さんはね、ほぼ天敗明白で、うん、そうじゃ結構通りそう。リャンマンが3枚見えてて、これは裏筋なんでね。これは受けてる受け後馬残しですね、はい、受け込みの。ドラが重なった時だけね、はい、上がり粒子で。うん、でもペがないんだな。ペがないんですか。一旦ウーマン短期になりそうですけど、もうこれだって3枚切れのペ残すってことはもう、はい、ドラとウーマン切らないですよってことですもんね。そう見えますね。先に色を襲うったわけですもんね。リャンゾーがいいか考えてますね。おお、シャンポンに変えましたよ。うん、シャンポンの方が実際そうですよね。リャンは2枚しかいなかったり。リャンも切られちゃった。タイミングが悪い。でも実際山にはシャンポンの方が1枚多いですね。1枚多い。3番リャンゾーだと3枚、リャンはだと2枚でした。リャンゾーが2枚と3番が1枚。藤崎、チュンがありますからね、まだ。そうですね、2枚ありますもんね。2枚ある。やめた。3万、ここはしっかりと決めてきます。勝又飛んで400、700。いや、勝又らしい ね、 そうですね。はい、ここはシャンポンへの待ち替えでした。それをね、当たり前の顔してやってる。はい、え、なんでシャンポンなのって普通ね、これ見ますよ、みんな。だけど見ると、はい、結構納得ですけどね。いや、まあ3枚切れてて、はい、さあ、親番変わってトンの4曲、杉浦の親番です。ドラは小さ、まずまずの大会ですね。ドラが手も使える。
ちらはシンプルに初から、コツまたはこれもいいですね、一面図単葉が見えます。今度はまたドラが1枚、今度常にドラが1枚なんですよね。いろいろ見えますね。両面を決めるパーマン切り、初が重なります。藤崎藤崎さんの手も悪くはないですね。そうですね、ドラ1枚ありますからね。初は1枚目、藤崎ならスルーしていくんでしょうか。もう1枚切られてるんで、1枚切られてました、はい、親の第一だか。だからむしろ藤崎さんポンするのかなっていうふうに思うのは、はい、あの頭がなくなるんで。そうですね、はい、なんか泣かないのもあるのかなっていう気がします。頭がなくなるし、親の現物を2枚消費することになりますからね。そういうことですよ。ということはこれは泣かずにジャン頭で使おうとしているか。藤崎354なんで、354持ち点354、やっぱり安全度はね放棄したくないところですけど。泣きました。泣いた。ほらこれは意外、やっぱり今日の藤崎は人は違うぞ、うん、そうですね、あんまり普段泣いてるイメージないですからね。近藤さんはね、とても泣かなそうな手配ですよね。は泣かないですね、これ。わあ、チュンを引っこ抜きました。本一まであるぞ。いやでもドラチーそうか。むしろこのチュンは泣かないんじゃないですか。なるほど、これ以上は泣けないと思いますけどね。これをポンすると相当ねやる気がすごいということが見えます。先にね何が重なるとかすればいいですけどね、はい、9万だと何を打っておくともありますけど、残すということは動かなそうですね。この後はチュンのポンはしなそうですね。さあこの何が何は1枚切れ、またも単葉のいいシャンテンです。安全牌の白を残している。これで目いっぱいですか。さすがに。ただこれ3万数万勝又両方ポンテン取れる範囲なので、藤崎の天牌イコール勝又の天牌になりそうです。そうですね、そうですか。そうです、ね、両面にいたらどうするんですか。いや、あ、そうか、数アンでもいいのか。そうですね、どっちも、はい。そうかそうか、勝又ポンテン取りますよね。取ると思いますね、さすがに、はい、勝又さんはこの曲、うん、一曲進むのも大きいですからね。これでも取るのかな。いやこうなるとちょっともったいない気もしますけど、うん、そうですよね。あの例えば3ワン数ワンポンテン取った時に、はい、ウーワンが余るわけじゃないですか。そうです。で藤崎さんがもし打たれた時に、うんうん、ウーワンちょっとね、うん、ポンしてウーワン打つのが嫌っちゃ嫌なんで、はい、これで天敗か。天敗でウーワンリーチった。高め2枚いますね。お、ウーマンが2枚ですか。休めも2枚ありますか。ああ4山いった。3ピンビュンといきましたね。勝又捨て牌が強すぎる。じゃあ両腕1枚か。両腕1枚、はい、ウーマンが2枚、はい、勝又すごいですね。これ八尾中杯しか切ってなくて最後ウーソー切ってリーチ。一応両腕が浮いているが、藤崎さんはかなり押しますね、多分この曲。もうチュンしかないですね。ぐらいしかないんですけど。3P
ピン来てますからね。藤崎ももう天敗でもおかしくない。スーソーこれはやめた。3ピン、スーソー、ウーソーの裏筋ってことですか。まあ、またぎもね、スチーソーイスーソー、はい、さあ杉浦リャンマンを切れば一番手広いんですが、まだ現物があるイーマンやウーソーがある。225、3でもさすがにやめます。親番ですけど、はい、うん、どうそう難しいところを。近藤天敗じゃないですか。天敗ですね。でもチーピン通ってない。暗観して、はい、一応ローピン短期ノーチャンスで3ピン通ったんで、なるほど、切ることはできる。だから天敗はね、取り切ることはできそうな感じですけどね。さあ近藤チーピン暗観だ。マンズ9万はサイドイーシャンテン、さあウーマン2枚ん、ウーマン1枚か、藤崎に行ってますね。うん、おそらくないな。うん、はない。今度はどうだ。トン割っていきます。G1、スーソーった近藤さんの背景積もドライチも1枚ありますね。ローピンが1枚ある。はい。そう4枚目だからか。さあ勝又のつまがりはない。うん、ローピンか。ローピンの方が打たそうですか。どっちもそうですね。ローピンの方がカンチャンがない。3ピンが通ってて、はい、中筋。ローピンの方が。両方とも相当通りそうには見えますけどね。ノーチャンスの配でした。ローピンが通ってそうですね。はい。勝又近藤の2人転敗。となりますね。今日勝又の親番です。1本馬強卓が1本、ドラはローソー。一目ずつでドラのローソーにはくっつかない、うん、悪くないですね。そうですね、何が統一、はい、あれいいですね、藤崎。うーん、杉浦マンゴ2つだ。ちょっと急走が不満。急走が、はい、むしろ邪魔ですよね。うん、邪魔。今度は順平が統一ですね。さあ目いっぱいです。藤崎はリャンシャンテン。ドイツなのか今度。うん、杉浦ドラが老僧です、うん、お、カンパーマンを払ってきました ね。自敗は切らず、なんか流派は重ねたい感じですかね。なんか2枚切れの9ワンだから切ったみたいな、はい、にも言えますね。2枚切れですね。縦の手を意識してるんでしょうか、リャンソー。ほほ、重ねにいっている印象ですね。いいぞ、順調だぞ。
アーソー9層と落としていきます、うん、切ったら小さそう、パーソー切ったら小さそうです。この小さそう嬉しいですね。杉浦使えるようになりました。イーシャンテンですか。はい、今度イーシャンテン。ただドラがないんでね、一旦ポンテン取って入りに行くか。とこれはウッピーです。両面に変わる。両面両面のイーシャンテン来ましたよ。杉浦もイーシャンテンです。この難を勝又がポンしてドラは切らないかな。さすがに切らないと思いますけどね。ウーピン打っといて、はい、でイーシャンテンです。勝又嘘が流れてきた。連敗しない藤崎。先にドラ、このタイミングでドラ、ドラ受けができました。今度いいピンが4枚切れなんですね、近藤さん。あら、ほんとだ。でサブロスもこれほとんどないんで、近藤の上がりは厳しすぎるぞ。両面両面、杉浦はくっつきの形、これではダメ。3万地点、全敗のペイが出てくる。カンリャンソーの全敗です。勝又杉浦さん、ローワンとか引いたらどっち選ぶんですかね。リャンソーかスーソーか。ちょっと見ものですね。リャンソーだとダメですもんね。リャンソーは宝珠、ワンチャンスのリャンソーか。いやーでもスーソーは両方取ってないですよね。上し、うん、まあでも土層ってことはないか。ドラも先入りがありますからね、はい、土層はなさそうですけど。藤崎がサピンのチーテン、サブローマンの天敗です。泣く泣くって感じですね。うん、本当は面前でリーチを打ちたい。ローピンが流れていく。サブローマン4枚いますね。あれ4対0、4対0。リャンソーないんですか。リャンソーないですね。あ、本当だ、ないのか。藤崎のジャンと、ローピンはいく。3番だ藤崎。タンヤオドラ12000は2300の上がり。1回戦は藤崎かなり苦しい展開でしたけれども、この2回戦でしっかりとまとめてきている印象がありますね。あの3色が大きかったですね。3色が大きかった。さあ今度一つ一つの親番がもう落とせない親番になってきている。そうですね。ドラワローピン
親番だけで言うとあと何回ですか。もう2回戦の親番なんで、はい、残り4-82個、これ入れて13回。はい、13回ですか。13回って聞くとなんかやれそうな気もしてきますけどね。でもそれを言うと、はい、年間104回親番があるわけですからね。なるほど、もう10分の1ぐらいのわけですよ。そうか、104回か。さあ、その残り少なくなった親番、今回は打点も見えるし悪くはないですよ。今度杉浦もいいところ引いた、うん、シャーではなくペンチャンを払っていきます。初が重なりました。出ます、泣きません。うん、そうですね、ドラゴ生きること考えると、うん、パーピンを頭に決めれない。これシャンテン戻し、うん、いや一番いいとこ引きました。はい、は藤崎がシャーって何ですか。シャーから泣きました。オタカゼってやつですね。藤崎、わっと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 、やばい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 、リーチあるぞ。アメロ3色か、出上がりでもハネマン、はい、ドライチありますよ。ローワンは3枚、うん、3枚、キューワン2枚。ローワンはともかく藤崎さん、キューワン、藤崎の仕掛けは何ですかこれ。珍しすぎません。そうです、ね、2枚目のシャーとはいえちょっと座ってる人違うかもしれないですよね。本当にそう、はい、藤島が座ってるかのように、まあちょっと分かんないけど、例えが藤つながりですか、はい。したらこれちょっと藤原さんは何やってんだって話になる。藤原さん、はい、立ち会人として、もういつか問い問いだったっていうことですよね。いや、そういうことなんですけど、はい、にしてもですよね、見たことないレベルぐらいの感じですよね。いや本当に見たことない、シャーチャーだと思ってたとしか思いたくないぐらいな。あー、ローマン食い取ってる。まあ、こうなるとね、もう打たないと思いますけど、はい、でもにしても9番まだ分かんないですけどね。そうですね、ちょっと安全牌にまだ今3層がありますか。というか近藤さんのローワンが危ない。あ、本当だ、危ないですね。そう、これは危ない、シンプルに危ない。うえー、なんでなんでこれが出る展開になるんだ近藤、ね、これがね1年間の積み重ね、ポイントの積み重ねによるね、はい、起こることですね。もう何切る問題で言えばもうとりあえずローマンなんですけれども、はい、ポイントがねないがゆえに今をまっすぐ行かなくてはいけないというこの近藤の辛い立場、ね、また親番でなければね。そうなんですよ、打たないと思うんですけど、はい、杉浦長屋面単品3色ドライチで12,000。いやー近藤さん厳しい、一人沈み、ここでまた30ぐらい、30じゃないか、24ぐらいか、23。いや、このまま終わってはいけないですよ。そうですね、もう。しかし杉浦も苦しいところから一撃で浮きまで来ましたよ。一人沈みだったんですけどね。そうですね、だから近藤さんと入れ替わっちゃいましたからね。だから近藤さんとしたら、トータルポイントでね、近い勝松さんをなんとか、はい、マイナスの世界に引きずり下ろして、そうですね、もう杉浦はいいやみたいな感じになってきそうですね、このぐらいの差になると、はい、またチートイツっぽい感じだな、はい、何3曲は藤崎の番でドラはチーソ、ドラチーピンです。今度ペイを仕掛けていきました。ペイチャーですね、ハクモトイツ、
ヤクヤクトイトイか本一か、はい、感動層が入った杉浦。親番の藤崎はチュンが統一。ドイツですかね、うん、はい、ドイツですけど、ドラドラになったゾナンを打っていく、ね、いっぱい地図を引いて、なあ、白が重なっ た近藤さん苦しい。または想像の一色か、まあ、絞っているっていうのもあるか。そうですね、うん、勝又さんからすれば、はい、近藤さんがターゲットを作るとしたら、うん、勝又さんになるわけなんで、はい、近藤さんに対しては厳しい打敗になってきますよね。そうですね、杉浦もドラドラの出会いシャンテン、勝又嘘動くか、どっちで動くんだろう。下、下ですね、ヤンソーでチーしていく。実際パーソー誰も持ってない。ほう、ヤンソーは藤崎さんに統一だった。ほうほうほう、ね、これはなんで下なんですか。場の雰囲気っていうか、はい、上の方がなありそうな感じ。上の層がありそうですか。どっちが明確にいい悪いじゃなくて、藤崎さんの手出しですかね。なるほど、ローソースーソー手出しだったかな。もう完全にパーソンなくし感じですね。はい、勝又はなく、シフトにしております。杉浦は転敗なかなかしない。杉浦さんももう一枚ぐらい泣かせてもいいって感じですかね。なるほど、先も転敗しない。これですね、噂のパーソー、噂のパーソー、おー、ウーソーの方、はい、これもチーです ね、まあ、チーズいきますね。さあ勝又転敗です。シャー短期アンコった、アンコってもね、アンコってもですね、転敗狙うならつもぎりの一手か、いやここは3ピン、うん、まあ、3品自体がもう2枚切れてるってところですか、うんうんうん、今度は天敗も怪しい。さらに広くなります。そっか、ストレートに数万打てそうですか。はい、はい、ここはストレートに数万打っていく。うん、ようやくいいシャンテン。もうツモがない、ツモがない、はい、藤崎さんも近藤さんよくて天敗ですね。はい、ユーハーは切れそう、あ、一枚切れか、切らず、切らず、はい、これ入って、入っていいじゃん、もう一回ありますか、はい、あ、とっ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 と、これはテンパではない、初藤崎も脳天、これで入って、ね、裏は、はい、脳天、はい、
なんと勝俣一人転敗、これは点数状況として嬉しい一人転敗ですね。上がるより大きいですもんね。はい、そうですね、やっぱこういうボーダー付近のね戦い方が勝俣さんうまいですよね。なかなかね沈みません、はい、さあ前番変わってオーラス、うん、杉浦の前番、杉浦さんは319、無理はしたくないけど沈みたくもない。じゃあちょっと一回上がっておきたいところでありますね。闇手の単品ドレイチとか入ってほしいと思いますね、はい、あ勝又いいじゃないですか。これはいい、いいシャンテン、いいシャンテンかな。近藤さんも悪くはないけど打点が欲しいですよね。近藤は13269は欲しいところですね、最低でも。勝又はいいシャンテンでした。両面カンちゃん、伊崎さんはこのままキープして終わりたいと、はい、ドラが3層ですか。勝又の手牌もチュンをポンしていくんでしょうか。チュンポンしてもおかしくはない手ですけどね。あんこは嬉しいぞ。でもむしろ嘘を切る、阿久津さん、これは勝又嘘切りを考えてますか。考えてるけど、うん、ここで考えるのもすごいですよね、はい、結構大体の人はスッチマンを、はい、うん、切って目いっぱいにしそうですよね、うん、まあ、実際勝又さんも最終的にそうしましたけど、はい、嘘を打つことも もちろん考えてたわけですもんね今のまま、はい、なかなかちょっとね勇気いりますよね。勇気がいる、確かに。でも短期か。いやそうなんですよね、これはこれでどっちなんだと。今野さんどっちですか。いや短期に受けて闇天で、なるほど、回すんですけど、うん、結局ここで迷っちゃうんで、あー、これでリーチの選択強くいきましたね。上がればトップか、積もればトップだ。積もればそうですね、26は9だとダメか。さあ阿久津さん、勝又はリーチの判断でしたね。はい、あと、うん、これ杉浦さん、はい、リーチ打っとくと、はい、杉浦さん引いてくれる状況なんですよね。あ、それも大きいですね、はい、確かに。しかもなんなら藤崎さんも、はい、うっかり実は8000とか、はいはい、打てないちゃったらって思っちゃいますもんね。で近藤さんはそんな安い手で上がってこないから、はい、うん、時間がかかるでしょと、うん、はい、だいたい6球層使い切れるんですかっていう。じゃあもう一人旅になれるよねっていう。いやー、結構いろいろ含んでるリーチですね、これは。勝又さんらしいですよね。なんか同じリーチでも久里さんなんかもうね、両面天敗はリーチだべみたいな感じですけど、なんか真逆な感じはしますね。急走当たり牌、うん、これを止める余裕があるか。あ、我慢した、止まる。藤崎安全牌がないか。あ、酸素があるか。酸素あるな。ここは筋のチームを打っていく。危ない。もうこれは6球層が打たれる、ほぼ打たれるいいシャンテン。そうですね、ちなみにこれ短期ならパーソー短期に一旦構えそうですよね。いや構えそうですね。いや結果論協会でいくとね、パーソーのつま上がりがあっさりあったわけですけれども、6球層もまだ球層が2枚、ローソーは1枚か。
1枚ずつになってしまいました。うん、そうですね、藤崎さん辞めてる感が強いので、うん、杉浦さんからしたらね、2人の汚点でも、はい、浮き上げできるんで、出ない、いや近藤さんこれ辞めるまでありますかね、まあ、これも勝間さんの思惑通りですよね、はい、展開が。勝間の一人転敗だと同点ですね。同点、あ、そうですね、同点になりますね、はい、いや同点も大きいですよこれ、うん、杉浦は脳天でなければ、そうですね、耐えられますから、ここはしっかり降りていきそうです。むむ、いかない。さあ6球層あと1枚ずつ、もう粘っても粘っても球層が出てこうとしますね。球層はそうなんです。どうやら一人転敗か、あーっと1枚になった、急走が1枚、一人転敗か角上がりか、現物がないか、何はダムなんなんで打たないですよ、ね、はい、あれ実はちょっと危なかったりしますか、下三蔵急走よりはチーピンかな、チーピン、うん、そうですね、いいピンも通ってる、いやちょっと打ちたくないだけに難しいですね、はい、1300ならまだいいんですけど、あーローソンやった、いや残り順目の金ですかね、なるほど、ローソン通ってしまえばというね、40しのげるっていうところですからね、はい、に見えました、はい、杉浦の宝珠です。勝又の上がりはリーチ、ドラ1、2600は2900ということは藤崎がトップのままですね。2回戦はトップから藤崎、そして勝又、杉浦、近藤という並びで終了しております。はい、引き続き3回戦です。